はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、前回の続きからやっていきたいんですけれども、前回ちょっとね、主人公キャラの紹介みたいなのを全然やってなかったので、ちょっと主人公を見てから、進めていきたいと思います。まあ、主人公は男性女性、4人ずつですね。まず一番上から、貴族の息子ということでアルベルトで、2番目が都会の盗賊ジャミルで、3番目が現在やっている冒険者グレーで、4番目が海賊のキャプテンホークですね。でこの中でいくと、まあ、グレイとね、キャプテンホークはかなり強い部類に入ります。でその次が、まあ、ジャミル都会の盗賊で、一番上の、ね、貴族の息子アルベルト自体は初期状態では、かなり弱いです。まあ、かなり弱いですけれども、まあ、仲間がね全部で、自分合わせて4人いるので、まあ、それなりには進めていけるかなというところですね。あと一番上のアルベルトはね、そのオープニング関係の流れが結構長いんで、あんまり迷わずに進んでいけるという特徴はあります。じゃあ女性を見ていきましょう。女性は1番目遊牧民アイシャ、2番目が森の番人クローディア、クローディアは前回仲間にしたキャラになります。で3番目が踊り子のバーバラで、4番目が蛮族のシフですね。でこの中でいくと、まあ、シフが圧倒的に強いです。でシフはもう本当に最初の方はずっと一人で戦うような、キャラになってて、まあ、一人でもやっていけるキャラですね。で、まあ、バーバラとクローディアはどうだろうね、なんかちょっとタイプが違うけれども同じくらいかな。まあ、バーバラクローディアっていう順で、まあ、アイシャが一番弱いと思います。まあ、一応こういう、主人公が、いますけれども、今回はグレーでやってますということで、セーブ2つ取ったんだよなやっていきましょう。まあ、そんなわけで、首都のメルビルにいます。帝国の首都メルビルですね。でメルビルで、なんか事件が起こってるというので、まあ、そのお話を聞きに行きましょう。宿屋のところだっけ。で宿屋自体がこっちにありますので、ここですね。で多分正面から話すとね、そうだよね、普通に宿屋になるから横から話しかけましょう。酒場の掲示板を見てくれたのですね。帰りが遅いのでいつもの夜遊びだろうと放っておいたのですが、いつまで経っても帰ってこないんです。出来の悪い娘ですが、一人娘なんです、探し出してくださいということで、まあ、とりあえず娘がどっか行っちゃったので探してくださいと。とあともう一つですね、ここの建物がなんかこう事件を扱ってる建物なんで、最近変死事件が多いのだ、調べてくれないかということで、まあ面白そうだな、嫌なことだと。まあ、基本的に拒否すると物語は進まないんで、面白そうだなと。北の道具屋の親父が一番最近の事件だ、行ってみなと。まあ、この町はね、武器屋とか道具屋とかなんか2つあったりするんで、そのうちの北の方の道具屋ですね、向かっていきましょう。これは普通に話せばいいのかな。朝お父さんがあんまり遅いので寝室に見に行くともう虫の息でした。ただ地下から黒いものがと言っていました。隣に寝ていた母さんは何も気がつかなかったらしくて、そのショックで病気になって。私どうしたらいいんでしょう。元気を出せ。そういうひどいことをしたやつは俺が必ず捕まえてみせる。お父さんを恨んでいた人はいるかな。そんな、お父さんとってもいいお父さんだった、みんなが大好きだった。そうだ、南の道具屋だわ。あいつすごい嫌なやつで、自分の商売がうまくいかないのをいつもお父さんのせいにしてた。きっとあいつよ、あいつを、あいつを。そんな風に思い込んじゃダメだ、俺に任せて。ちなみに品ぞれ、品ぞれ見えねえし。じゃあちょっと下の道具屋の方にも行きましょう。わあ、暗殺者が白昼堂々と。でグレートソードと、大弓で行きます。まあ、使い込んでいけばね強くなると思うんで。あとクローディアだよな、戦力的にどれくらいで、まあいい火力を出してくれるか。まあ、最初にいたねミリアムもスピア使ってて全然弱かったけど、ある程度立てばねやっぱりそれなりに攻撃力は叩き出してくれるので、まあ、そこまでちょっとグレイ一人になっちゃうんで。北の道具屋が死んじまったらしいな。お前がやったんじゃないの。
冗談じゃねえぜ、いくら俺でもそこまでは。おっと、そういえば黒いローブを着たやつが恨みのある相手がいれば呪い殺してやるとかなんとか言って金をせびりに来たな。そいつはどこへ。さあね、大方下水にでも隠れてるんじゃねえのか。ということで一応下水へ行きます。っていうかさ、南の道具屋はさ、結局さ、呪い殺してくれって言って金を払ったのかね。そしたらちょっと悪いよね。断ったんだったらしょうがない、断ってその黒いローブの連中が勝手にやったんだったらしょうがないけど、おじゃあ一応頼むわみたいな感じで金渡したんだったら責任はあるよね。あ、そうで、いろんなとこに入れるんですよ、入り口が何箇所かって。で、例えばここ入ったんですけど、ここはね、行き止まりだった気がする。あ、強そう、キャンサー一発で倒せるか。あ、倒せるね。防御してるからね。4、やっぱり多少のパラメーター上げは必要だね。戦いながら行きましょう。器用さが、うん、ここはもうこれだけなんで、ちょっとここからは出ますと。下の方からも入れるところがあるので、そちらから行きましょう。まあ、行きましょうって言ってもさ、この戦力で大丈夫か。グレイがやられると完全に終わりだからな、このパーティー。まあ弓はミスるよね、どうしても。弓の攻撃力ってなんだろう、やっぱり腕力なのかな。器用さとかも関係してそうだけど、器用さとかはなんとなく命中率っぽいよね。で、大弓のレベルが上がったんで、ちょっとこっちにセーブを取ろう。やっぱ武器のレベルとかが上がったらちょっとセーブかけときたいよね。ゾンビつけると、敵の数が多いと厄介だね。倒せる、19で倒せる。スライムとか一番弱い敵なんだな。敵のヒットポイントがいまいち分かんないんで、まあ、初めの方でもなんかもうドラクエと違って結構3桁ダメージとか出せるじゃないですか。ドラクエってやっぱり最初の方ね、3とか4とかのイメージがあるけど、今どうなんだろう、あんまり新しいのやってないから分かんない。それでも4桁とかはないよね。 FF とかはね、もう何千とかっていうダメージが出るんだけど、ドラクエはまあ良くて、まあ、強いってなったとしてもなんか300くらいな感じがしますね。呪われた死者、まあまた今回も結構戦闘が、おお、まひったー、マジかー、戦闘が多くなりそう。そしてグレイが動けないと若干下るぞ。これは頑張れクロディア。結局さ、グレイ復活したらさ、グレイの一撃で終わるからね。今まで与えた大弓が大して意味がない。上がれ、ヒットポイントが上がったのはでかい。よし、大弓も上がった。大弓のレベルが上がってやっぱりダメージは上がってるね。今レベル2でしょ、これはなかなかいいんじゃないか。キャンサーにどれだけ与えられるかだな。まあ、使わないとこれレベル上がんないんで、グレイで倒しちゃうと特に武器レベルは上がらないと。仲間が増えてくるとね、ここら辺の調整も難しいんだよね。で、ここの階段を上がっていきましょう。いっぱいいる、ちょっと待ってね、いっぱいいるから、まあ一応全員倒していくか。こいつを倒したらまた音楽をお楽しみいただきましょうか。 OK、あとはまた戦闘なんで音楽をお楽しみください。
応ねこのフロアは制圧できたんだけど、なんかいるな。ちょっとヒットポイントが減りすぎてるんだよな。かといって傷薬を使って倒せるかどうか分かんないんで、話してみよう。とりあえず敵かい。サルイの新刊1体だからな、まあ、強くはない、強くはないけど、どうする？ちょっと奥のやつには話してみよう。娘さんがいたね。大弓がやっぱり火力不足だよな。多分グレートソード一発で、あ、上がった、やった、倒せるとは思うんだけど、要は奥の敵を相手にした時にどうか。おお、偉大なる猿いいよ、この娘の心臓を捧げまする、我らにお力を。待て、神をも恐れぬ不届き者め、皆者も生きて返すな。4体か、倒せそうだったらちょっと傷薬で回復して、まあ再戦。4体だと無理だよね。49か、え、強いな。ちょっと待ってね、傷薬で回復してどうにかなるかって言われたらちょっと微妙だな。お金があるんで防具をちょっとグレイに装備させよう。これグレイがいなくなると完全に終わりなんで、グレイの防御力を上げてグレイに頑張ってもらおう。やっぱり、まあ、下の方にもねちょっと扉があったりするんですけれども、ここは行けませんと、鍵がかかって開かない。じゃあちょっと買い物しつつ、ゲッテキがいっぱいいる。もう少しパラメータ上げしますか。じゃあ、ちょっとリベンジしていきましょう。グレイにスチールヘルムを買いましたと。で、武器の方がグレソがね意外に上がってって、今はもうレベル5なんですよね。で、クローティアの方が大弓レベル3ですね。もう1くらい上がってくれると助かるんだけど、このまま1回戦ってみましょう。で、影縫いを覚えたから、まずちょっと早ぶさ切りやってグレットソードで倒す。で、後ろのやつとか影縫い効かないかな。これ確実に一発でしょ。よし、どう？いや、麻痺とかなんないね。あ、でもだいぶダメージ減ってんな。ギャー、来た、やられた。これになるとめんどくさいな。サルインの石って途中までしか入ってないし、これがちょっとだるいパターンだね。いやー、めんどくせえ、後ろからこんなんやってくんのか。持たせた方が良かったな。ちょび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 食らうからね。じゃあ麻痺ってどんくらいで治んの。2発で倒せとでかい。よし、あとはもうグレーひたすら耐えてくれ、壁として。うわー、ミスる。いや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 、まだでも90あるか。一発で倒せる、倒せない。70では倒せないのか。まだ耐えられるね。スチールヘルム買ってよかったな。
30-40食らってたらもう確実にやばかったからね。おいめんどくせえ。あ、治った、早い。でグレイが治ってほしかったな。あー、しまった。そう、これなんかさ、コマンドがさ1個元に戻るんだよね。てか大弓があれば弓いらなくないか。倒したクロディア、よく頑張った。おー、やったやった。大弓のレベルが上がった。サルインの地下神殿を壊滅させた今回の働き、誠に見事であった。最近の事件は全てあやつらの仕業であった。これで皆が安心して暮らせるというものだ。では私から褒美を使わそう。武器、防具、金。防具がね一番高いらしいんだけど、まあ、スチールヘルムみたいですね。武器にして、これバトルアックスだったかな、まあ、バトルアックスはちょっと別の仲間が増えた時に装備させましょう。これで皆が安心して暮らせるって言ってるけどさ、そもそもさ下水にさ、なんであんなモンスターがうようよしてんだよっていう感じ。特に何もない。だってホワイトシャークとか簡単に言うとサメでしょ。下水でサメ何体倒したの。どうせまだうろついてるんでしょ。怖い下水だよな、まあ、下水から町に来たら完全に終わりだよね。サメがいっぱいいるみたいな。ちょっと横から話そう。どうもありがとうございました。200円もらった。よっしゃー、止まろう。で一旦メルビルのイベントがこれで終わったんで、月とかはまだ出てないはずだよな、まあ、どうしようかっていうところではあるんですけど、ちょっと道具屋に行って、何にもなしかい。ガーディアンリングとかっていうところか。X ボタンで出れるかな、外に。出れねー。ゴールドマインに行ってみますか、まあ、イベントが起きてるかどうか。なんかゴールドマインっていう街がモンスターに襲撃されてたりするんで、ちょっとその様子を見に行きましょう。特になんともないね。この町は皇帝陛下の直属、税金もないしいいところだよ。税金なしって相当だな。アクス、ブロンズアーマー、革の帽子、レザークラブ。あ、これちょっと買っておこうかな。クローディアが何装備してたっけ。ハードレザーアーマーだけか、まあ、最後の指輪があるけど、ちょっとこれブロンズアーマーに変えて、でグレイはもうすでに頭装備してるから、カノボシ1個買って、まあ、レザークラブ2つ買うか、買えるし。でこれで、腕も装備できますと。どこだ、あった。でクローディアは帽子にして、で腕もレザークラブと。人だらけ、同じ。こいつは出稼ぎの人か、なんかそんな感じだよね。パブに行きましょう。何にもない、ニュースはない。特に仲間から外したい人もいないので、ちょっと奥を見てみますか。ちょ、邪魔マジで一般人邪魔なんだけど。ただね、特段イベントが起きてるわけではないので、この街でやることもないですね。ノルマがきつくて。この下に宝があるぜ。マジか、敵がいる。こういうモンスターがなんでさ上にやってこないのか謎だよね。いや、いい火力出るわやっぱり。普通に一発で敵を倒せるようになったんで、だいぶ楽だな、まあ、後ろのやつはね防御してるからちょっと一発じゃ無理かもしんないけど、前衛をクローディアで倒してグレソでいけるか、い
いけるね、効率いい。回収しましょう。100円。まあ、新しいところはね、船で行かなきゃいけないんで、まあ、そのお金稼ぎをしますか。帰れ。ひどい。まあ、ひどいって言っても俺たちが勝手に入り込んでる方が悪いんだけどさ。まあ、ゴールドマインっていう感じだから金が取れんのかね、奥の方に行くと。奥の方って何があったっけ。なんかあれ思い出す、ドラクエ4のアッテムとエスタークが眠っていたみたいな。じゃあちょっとメルビルから船に乗って新しい土地へ行きましょう。もうここはイベントがないんで、ここでねずっと戦闘してるわけにもいかないんで、まずは船着き場へ行って、行き先はジェルトンと、あともう一箇所あるんで、ジェルトン行ってもしょうがないんで、もう一箇所のところに行きます。どちら、こっちか。ジェルトン行きの船です。乗らない。ウェイプ行きの船です。200円か、高えな。1人200円だからね、2人いるからやっぱ400円。え、結構使ったな。で、ただウェイプもそんなにイベントが起こるところではないので、ウェイプからねさらに別の土地へ行きたいんですよ。まあ、ちょっとウェイプを少し見てから先へ進んでいきますか。この兵士は海賊に備えて見張りをしています。お嬢ちゃんはジャングルの中にはでっかいピラミッドがある。この島にはゴドンゴという町もあるよ。これでゴドンゴに行けんのかな。サンゴ海では船が海賊に襲われる。かつてこの島はバファル帝国の領土だったけど今は独立していますと、帝国の首都メルビルの船がただ一つのつながり。まあ、ここも帝国領だったんだね。よく独立できたな。スチールヘルム、アクス、バトルアクス、ガーラルアクス。あー、ガーラルアクスとかたっけー。一つの武器に対してだいたい4種類くらいあるのかな。剣だったら4種類、槍だったら4種類、弓も4種類みたいな、そんな感じだったと思います。宿屋ってもしょうがないか。がいるね。生き別れの弟を探しているんです。まあ、ネタバレするとアルベルトのことなんだけど、武器屋の裏からトカゲの鳴き声がする。あ、そうするんだよね、ギャーギャーっていう。でもこれってさ、なんかキャプテンホークとかがいないと進まなかった気がするんで、ちょっと一旦外へ出てゴドンゴへ行きましょう。変なトカゲがいるね。キャプテンホークという海賊ギャ、この辺りでナンパしてしばらくこの町にいたよ。そのうち船でノースポイントへ行ってしまった。ジャングルに住むトカゲは人間嫌い。私はここのトカゲを通じていろんなものを取引している。この島のほとんどがジャングルで覆われている。あのトカゲたちは月光族といって、もともとはそこに住んでいた。ここのトカゲさんはいい人ばっかりよ。まあ、果たして人なのかどうかっていう、人のカテゴリーに入るのか。これは、これはさっき話したね、同じ形してるからわからん。俺をモンスターと間違えないでくれよ。この島にはウェイプという町もあるよ。まあ、上から来ると多分ここでウェイプの話を聞いていけるようになるんだね。大弓、ベルニーアーマー、わー欲しいな。手が出ないけど、これでジャングルには行けるようになってるはず。多分ジャングルの話題が出てたからね。ちょっと一回外に出ましょう。で、ジャングルで、ジャングルも結構奥まで行けるんですけど、まあ、ちょっと今回は用があるわけではないので、そう、月光族に会いに行きましょう。うわ、ミスったか。ちょっとミスるよね、やっぱり弓は。お、クロディアのくらいの虎だったら1か。
虎の攻撃ってさ1しか食らわないっていうのも大したもんだよね。バファルタイガーってことは虎でしょ。虎に襲われたらひとたまりもないもんね。まあ、そもそもねこういうゲームの世界の人間は身体能力が違うからね、多分俺たちと違ってどんなに高いところから飛び降りても死なないさ、モンハンのハンターかもしんないし、まあ、それはそもそもの設定が違うんで。器用さが上がってくれると命中率が高くなるのかな。とりあえずこの藁のところに入って、でこの中がね行けるので下へ降りていきましょう。でまた月光族がいますと。仲間は見ないキャラ来た連中に連れて行かれた、まあ、人さらい的な感じかな。ジャングルの左側に古い神殿がある。その秘密を記した古文書を持っておった。ホークという海賊に売ってしまった。ということでホークに会いたいんですよね。で古文書自体は通常1万円で売ってるんですよ。めっちゃ高いんですよ。でめっちゃ高いんですけれども、ホークが買ってホークを仲間にすればそう古文書が手に入るっていうね。で一番最初に見たあの海賊の主人公ですね、まあ、そのホークでやると古文書1万円で買わなきゃいけないっていうのがあるんですけど、人間に話すことは何もない。この隣の人たちは何にも話せない。ここなんで真ん中のやつは動いてなくてさ、左右のやつらは動いてんの。なんかあった時のためにいつでも戦闘態勢なのかな。じゃあの真ん中のやつはね族長みたいな、月光族の族長で、こっち側もちょっと宝があるので回収しましょう。で結局ここもやることないんで、あのキャプテンホークを持ってノースポイントの方へ行きたいと思います。ノースポイント行くのにもまた金がかかるんで、船代がもうすでにここに来るのにさ400円かかって、ろくに戦闘もしないでまた新しい土地へ行くんで、金を回収しとかないと、まあ、船賃がね全然ないんで。でそのままノースポイントへ行くと、まあ、結構広大なね土地のロザリア地方へ行けるんで、まあ、そっちの方を目指して今回は進んでいきたいと、まあ、そんな感じでやっていきましょう。犬を回避できた。じゃあゴドンゴに行って、ここも船は1個しかないんで邪魔だな。ちょこいつ邪魔だ、もうみんな邪魔よ。ちょ待って勝手に話しちゃうのがめんどくさいよね。ノースポイント行き、お一人様100円なので200円。仲間が6人になるとねマジで船代がかかるからな。600円ってことでしょ。200円だったら1200円だもんね。移動するのだけでも大変だな。さてノースポイントへ着きましたと。またこいついるのか。でパブをちょっと覗いてみますか。海賊に憧れてるお嬢ちゃんかな。あーいるー、ってかいっぱいいる。どうしよう、ちょっと一回セーブしよう。でねちょっとやりたいイベントもあって、ホーク一回仲間にするか。キャプテンホークを知らないか。俺がそのホークだ。お前こそ誰だ。グレイと呼んでくれ。事情を説明したというわけなんですっていつの間にかなんかすげえ下手に出てんな。仲間に誘う、古文書を譲ってもらう。これは仲間に誘うのが一番早いんで。この古文書を手に入れたのはいいが内容がちんぷんかんぷんだったんだ。これが読めればまたまた宝にありつけるな。 OK 一緒に行くぜ。というわけで、ホークが仲間になりました。で何持ってんの。アイアンソードとレイピアか。でホークはなんとなくイメージ的にバトルアクスを使わせたいんで、ホーク最後まで使ってきます。レイピア外そう。で防御力3だね。何そうしてんの。ハードレザーアーマーか。もう一人どうしようかな。2枠開けときたいんですよね。ってことはもう一人だよな。バーバラだな。私はバーバラ、ニューロードを旅してるんだよ。
一緒に行ってもいいかな。旅は道連れ、仲間は多い方がいいさと。でバーバラはですね、防具のところにアメジストを装備してるんですよ。これディスティニーストーン、最初のオープニングに出てきたディスティニーストーンの一つなんで、バーバラを仲間にすると手に入りますと、まあ、めちゃくちゃ簡単に手に入る。で、まあ、この月光族とかもねいるんだけどね、ギャーとかけたさよなら。オイラジャミルってんだよろしくな。エスタミルに住んでたらしいっすね。まあ、使えないなこいつは。でアイシャちゃん、村に帰りたいのか。うん、他の人に頼んでくれ。で騎士団領っていうところに行きたいんですよ実は。まあ、そういう土地があって、まあ、騎士団の土地ですね。そこでちょっとねイベントを進めたいんで、上の黄色の髪をした人に話しますか。ニューロードの出発点、南へ行けばローザリア。ギアを覗いてみましょう。鎖の小手、あ、チェーンヘルム結構安く買えるな。そっか、まず前衛と後衛を決めなきゃいけないのか。グレイ前衛、ホーク前衛、バーバラ今のところ前衛にして、スピア系を1個持っときたいね。チェーンヘルムどうしようかな。まあいいや、ちょっとまた船で金使わなきゃいけないから。結構ね金欠になるんですよね。でローザリア地方へ。でウロ、一回ウロを覗きます。まあ何もないと思うけどね。まあ、武器屋に何が売ってるか。レイピアスペア、あ、ハルベルトがあるのか。ガーラルスピアがスピア系のまあ強いやつ。スピア、ハルベルト、ガーラル、スピアっていう順番ですね。ハルベルト1個買おう。でハルベルトもねちょっとやり始めた時って何を意味してるのか全然分かんなかったんだよね。まあ、スピアとかガーラル、スピアっていう名前だったら、あーなんか槍なんだなっていうのが分かるけどさ、ハルベルトなんて小学生分かんないよ。当時小学校だったからさ、何ハルベルトって、アルベルトのなんか親戚みたいな、そんな感じでしか捉えられなかったかな。ニューロードを北に行けばノースポイント、南に行けばクリスタルシティ。というわけでちょっとクリスタルシティを目指していきます。ガレサステップを経由して、まあ、ここ結構広いんですけど、もうそのまま普通に下へ行きます。ゴブリンと一緒に歩いてんだマジでどこまでついてくんだこいつあー去ってった。そこまで好戦的ではないね、なんかモンスターは。戦わずしていけそうだ。でクリスタルシティだとアルベルトとかもな、なんかいそうな気はするんだけど。ローザリア地方ですね、クリスタルシティ。ちょっと街がいっぱいあったんですけど、あーいるねー、いるけどな、ちょっと後で来るか。まあ後で来るといなくなってる可能性もあるんだけど。でローザリア地方、まあ少しずつ見ていく。クリスタルシティ全然見てないけど。でアルツールはなんていうの、なんかその多分旅の中間ポイント的なところなんで、あんまり施設はないですね。宿場町的なイメージなのかな。であとここにねアイスソードが売ってるかどうか。売ってるね、3万円。そうグレーだからね、アイスソード買えるかな。最初にいたねガラハドがねアイスソード買うんですよね。ただそれを自分は手に入れたい、自分で買って。まあ、ガラハドイベントはね結構有名なんですけど、ミルザブール、ちょっとこっち行きます。新しい土地ですね。またまあ、割とねこうこのイベントをやろうかなっていうのは決めてて、まあ、騎士団領のイベントと、あといわゆる四天王イベントがあるんですけど、四天王はね全員倒したい。なんとなくお使いイベントをこなすんじゃなくて、あの全員ぶっ倒したい。騎士なんてかっこ悪いじゃん。まあ、今騎士の評判は良くないみたいですね。あー、アイアンシールドとか売ってるんだ。でもグレイはそもそも
両手剣だしね。斧ってどっちなの、片手なの、両手斧なの。リメイク版のミンストレルソングのサガだと片手斧両手斧ってあった気がするんだけど、ちょっとわかんないな。今の騎士は騎士とは名ばかりのやつらばかりだ。ここはビルザブール公テオドール様のお城です。お城ですって言ってるけど、ちょっといいや。バイゼルハイム、オイゲンシュタット、オイゲンシュタットに行きます。この城の見習い騎士エラファイル様、結構いい線いってる。そう、ちょっと頼りなくない？そこがいい。守ってあげたいタイプ。俺も女性に守ってもらいたいよ。紐になりたい。こんにちは、私はラファエル、ハインリヒ様の従者をしている見習い騎士です。おお、よくいらしてくれた。私はこの城の主、ハインリヒです。グレーと呼んでくれ。ゆっくりお相手したいのですが、これからミルザブールで騎士団の会議が開かれる。よければ一緒に参りましょう。みちみち話を伺いましょう。ラファエル参るぞ。ミルザブール、テオドールの部屋部屋っていうかさ、ここ部屋じゃなくね、別にここが部屋なの。ハインリヒ様は騎士団の盾、テオドール様は騎士団の剣と呼ばれ、騎士団のリーダー格。ようこそビルザブール、私はテオドールの娘コンスタントと申します。グレーと呼んでくれ。最近では騎士団の精神も失われてしまった。ようこそビルザブール、私は心の主テオドール。ハインリヒ、会議の見通しは厳しい。やはりな、だが全力を尽くすしかあるまい。ところでフラーマは？フラーマ様ならもう会議場の方へ。よし、我々も行こう。ラファエル、何を話し合うんだ？モンスターが現れたので討伐部隊を派遣しようという議題。でもみんな金がかかるとかなんとか言って渋っている。それでは会議を始める。まずテオドール、議題の説明を。西部の山岳地帯にモンスターが発生した。討伐部隊の派遣を提案したい。そのモンスターによる被害は？害がなければ放っておけばよい。騎士団領でモンスターをどさばらせておくのが、まあ、騎士の誇りはないのか。戦いには金がかかる。そのモンスターたちは放っておけばいずれいなくなるかもしれん。戦わずに済めば結構なことだ。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。騎士以外の発言は認めない。ふん、最近の若い者は礼儀を知らん。見習いのくせにでかい口を叩くな。く、騎士ではありませんが発言してよろしい。どうぞクラーマド。ありがとう。最近のモンスターたちの活発な動きはこの地域だけのことではないようです。イスマス城がモンスターに滅ぼされたという噂もあります。まさかイスマス城が。そのモンスターたちがただの流れモンスターなのか調査が必要ではないでしょうか。意見ありがとうフラーマン。それでは採決を行う。モンスター討伐に賛成の者は？賛成。反対多数。議題は否決された。閉会とする。私一人でも行くぞ。騎士としての誇りにかけて。どうしても行くのか？もちろんだ。私が騎士の手本にならなければ、君は残って若い連中がバカなことを知ってかさないように注意してくれ。私を連れて行ってください。お前ではテオドールの足手まといになるのがオチだ。許さん。いや、ラファエルにもチャンスを与えよう。君が心配なのはわかるが、私がついている。大丈夫だよ。ありがとうございます。コンスタンツ、出陣の準備だ。まあ、ここで、一緒に戦うか関係ないかというところで、まあ、一緒に戦いましょう。俺たちも戦うぜ。私は今猛烈に感動しているぞ。片付けないということで、ここで2人ね、仲間になるんで、ちょっと枠を開けておきたかったということですね。で、そうすると陣形なんだよね。まあ、陣形っていうほどのものでもないけど、グレー前でしょ、ホーク前でしょ、まあ、テオドール前にして、バーバラを中にやって、ラファエルも中にして、クローディアは後ろ、これでいこう。で、あとバーバラにじゃあハルベルトを装備させて、これで、攻撃はできるようになってると。で、ラファエルなんだよね。アイアンソード、スピアがあるんだけど、これさ、ちょっと一回外すか。装備できる？一応装備できるね。外せる、ちなみに。あ、外せるね。じゃあ一応装備させてあげましょう。よし、これでラファエルも中間から攻撃できるようになりましたと。さて、そこからちょっと一つ宝箱を回収したいので、それを回収します。どっから行くんだっけ。あ、ここからか。で、この中に行って、ここの宝箱を回収して、1500円。他なかったっけ。左
左側は何もなかったような、ただの行き止まりだよね。ちょっと行ってみる。あ、行ける。あ、行けるけど、行けるけど何これ下行けないっすね。なんかあったっけ。行けない。まあこれだけか。まあ、そんなわけで外へ出るとモンスターというところが、行けるようになってますので、じゃあちょっと次回はこのモンスター退治からやっていきたいと思います。モンスター退治ダンジョンに入った瞬間またあれになりそうだな。敵いっぱいいるよね多分。いっぱいいる宝箱は見える。まあそんなわけでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。